ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出した。18頭、まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。7番ゴールドスミスが先手を取ります。これを追って10番心の灯台、そしてその後ろからカイザーバローズ、それから4番サンレイポケット、その外にフェングロッテン、9番エヒトが上がってまいりました。プリマビスタ、それからもう1頭カラテ、1番エクスプロージョン、外を通って5番ヒートオンビート、ディアマンミノルがかわしていきました。外を通りまして17番ユーキャンスマイル、内を通ってスルスルとフォワードアゲンが上がっていきました。15番スカーフェイス、内から1頭13番かなり危険、第3コーナーに向かいます。18頭内を通りましてレッドジェネシス、そしてもう1頭2番プレシャスブルー、1番後ろに14番コトブキテティスであります。前でありますが前先頭を行くゴールドスミス、2馬身リード心の灯台、前前での競馬カイザーバローズと津村騎手、そして4番手にゲスト、そのうちからはサンレイポケット。さあ新潟競馬場は大歓声であります。青い帽子ゴールドスミスが先頭、ヒートオンビート、まだ来ないのか、まだ来れないのか、先頭ゴールドスミス、しかし差はそれほどでもない。カイザーバローズが3番手、サンレイポケットが差を詰めてきた。内をすくってサンレイポケットが来ている。サンレイポケットここで先頭に躍り出る。外スカーフェイスが来ている。ムチが飛んでいる。スカーフェイス、サンレイポケット先頭、サンレイポケットが勝ちました。スカーフェイスは2着。いい感じだね。1着4番、2着15番、3着16番以上のように確定しました。さあ飛び出した。18頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。カイザーバローズ先行策でやります。7番ゴールドスミスが上がってまいりました。18頭これから向こう正面でやります。それから離されましてフェングロッテン、心の灯台、そして5番手にエヒトであります。4番サンレイポケット、その外6番カラテ、それからもう1頭プリマビスタ、そしてその後ろからエクスプロージョン、外から1頭かなり危険、そして内からはフォワードアゲン。赤い帽子にご注目ください。これが1番人気のヒートオンビートであります。その後ろでやりましょうか。ユーキャンスマイル、内を通りましてレッドジェネシス、15番スカーフェイス、内から1頭プレシャスブルー、ディアマンミノル、一番後ろにコトブキテティスであります。流れるようにレースが展開されています。7番ゴールドスミスがレースを引っ張るようになりました。その後ろ3馬身くらいあって16番カイザーバローズ、そして外からはフェングロッテン、心の灯台がそのうちにいます。大歓声が上がる新潟競馬場、大歓声が上がる新潟競馬場。ヒートオンビート直線伸びてくるのかどうか。先頭吉田とゴールドスミス、3番手にエヒト、エヒト懸命に追う。これは激しいレースになりました。サンレイポケットが3番手捉えた、かわした。エヒト外をついてヒートオンビートが来ている。並ぶか並ぶか。ヒートオンビート、これは激しいレースになりました。エヒト、ヒートオンビート、馬体があったところがゴール板。まあ当然の結果だよね。1着5番、2着9番、3着4番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところでやります。先行グループからまず見てまいりましょう。16番カイザーバローズが先頭に立ちました。そしてそのうちに7番ゴールドスミス、外外を通ってフェングロッテンです。そのうちからは心の灯台エクスプロージョンが上がってまいりました。そしてその後ろから4番サンレイポケット、プリマビスタが並んでいっています。6番カラテ、それから9番エスト、その外からはフォワードアゲン、スカーフェイス、その後ろでやりましょうか。13番かなり危険、それからもう1頭ユーキャンスマイル、プレシャスブルー、外を通ってディアマンミノル、内を通りまして5番ヒートオンビート。18頭が第3コーナーに向かいます。レッドジェネシス、しんがりからコトブキテティスであります。流れるようにレースが進んでおります。ゴールドスミスがレースを引っ張るようになりました。前前での競馬カイザーバローズと津村騎手、
ちょっと離されまして、ゲングロッテン、内から1頭、エクスプロージョン、心の灯台、下がって5番手、サンレイポケットがかわしていきました。さあ、新潟競馬場は大歓声であります。先頭ゴールドスミス、足が止まった。ゴールドスミスが抜け出した。間から1番エクスプロージョン、エクスプロージョン懸命に追う。先頭吉田とゴールドスミス、真ん中を割ってくるのはエクスプロージョン、エクスプロージョン先頭に立った。外からレングロッテン、ヒートオンビート懸命に追う。頑張る頑張る三浦とエクスプロージョン、1着エクスプロージョン、2着レングロッテン。いい感じだね。1着1番、2着18番、3着、5番、以上のように確定しました。新潟記念18頭、スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。7番ゴールドスミスが先頭に立ちました。カイザーバローズが追いかけます。さあ、向こう流しに入りました。それから心の灯台、その外フェングロッテン、プリマビスタがその後ろ、それからもう1頭4番サンレイポケット、そしてその外に空手、その後ろでやりましょうか、エスト、そのうちにエクスプロージョン、13番かなり危険、これが一番人気のヒートオンビート。池添騎手、この手応えはどうか。12番フォワードアゲン、3番レッドジェネシス、外を通りましてディアマンミノル、そしてその後ろからユーキャンスマイル、それからスカーフェイス、2番プレシャスブルー、しんがりからコトブキテティス。さあ、先頭の方はどうなっているか。ゴールドスミスが後続集団を離しました。そして2番手に16番カイザーバローズ、そのうちからは10番心の灯台、そしてその後ろから18番フェングロッテン。さあ、新潟競馬場のスタンドから大歓声が上がります。ゴールドスミス先頭独走になっている。先頭吉田とゴールドスミス、外からはカイザーバローズ、心の灯台が3番手、1番内ゴールドスミスが頑張っている。外から懸命にカイザーバローズ、ディアマンミノルも差を詰めてきている。ディアマンミノルが3番手、ディアマンミノルがかわした。内を通ってレッドジェネシス、ディアマンミノルまだ粘る、まだ粘る、1着ディアマンミノル。おー、すごいね。1着8番、2着、3番、3着、17番、以上のように確定しました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。7番ゴールドスミス、先頭サンレイポケットがかわしていきました。その外に心の灯台、18頭これから向こう正面であります。内を通りまして6番空手、外を通ってフェングロッテン、その後ろ3馬身くらいあってエスト、それからもう1頭16番カイザーバローズ、プリマビスタがそのうちにいます。エクスプロージョンがその後ろ、その外12番フォワードアゲン、内を通って8番ディアマンミノル、外から1頭かなり危険、そして内からは3番レッドジェネシス、外を通りましてスカーフェイス。第3コーナーに向かいます。18頭その後ろでやりましょうか。2番プレシャスブルー、その外からは5番ヒートオンビート、ユーキャンスマイル、14番コトブキテティス。ペースが落ち着きました。7番ゴールドスミスが先頭です。この辺りちょっと離れている心の灯台、そのうちにサンレイポケット、それから6番空手、フェングロッテン、9番エヒトが内々を言っています。さあ、新潟競馬場は大歓声であります。ヒートオンビート、直線の伸び足はどうか。先頭吉田とゴールドスミス、空手一気に抜けた。ゴールドスミスが2番手、さあ先頭は空手が1馬身リード。レングロッテンが差を詰めてきた。並ぶか並ぶか、レングロッテン、これは激しいレースになりました。レングロッテンが襲いかかる。レングロッテン先頭に立った。1着レングロッテン。おお、1着18番、2着6番、3着当番、以上のように確定しました。